こんにちは、りょうこばあばです。今回ね、ちっちゃなお花を編んだんですけど、こんな感じでピンク系と水色系とパープル系をね、編んでみました。このちっちゃいのはね、だいたい1センチか1センチ弱ぐらいの全体のね、大きさなんですけど、最初ね、アジサイの花をね、作ろうかなと思ってこう編んでたんですけど、このちっちゃいお花をこの容器に入れてるんですけど、これはモールドですね。レジンを作る時のモールドです。これにこの花をね、パープル、水色、ピンク系を、封入してレジンを作ろうかなと思って切り替えました。アジサイをね、作ろうと思ってたんですけど、レジンの中に封入しようかなと思ってね、色を分けてちょっと中にこう置いてみました。で、この編み方なんですけど、これは冷水糸なんですけども、細い40番の糸でね、小さいお花を編むときはやっぱりこう細い糸で編んだ方が可愛いし、ちょっと可憐に見えるのでね、いつも40番の糸で編むんですけど、今からこの40番の糸でこのね、ちっちゃい花びら4枚の花を編んでみようかなと思います。いつもはですね、花びら編むときは指に2回巻くんですけど、こんなね、ちっちゃいときはね、もう1回しか巻かないんですよね。で、指に1回こう巻いて、1回巻いた方がパッてこう引っ張った時にすぐパッて絞れますよね。だからこういうちっちゃい時は1回巻きます。で、輪の中から引き出して1回編みますよね。で、鎖編みを1、2、3回で、この輪の中に長編みを1回、また鎖編みを1、2、3回で、また輪の中に入れて引き抜きます。で、これで一つの花びらがね、できました。これをね、4回、花びらを4枚なので、このやり方を4回しますよね。まあ、今回はね、花びら4枚してるんですけど、花びら5枚でも可愛いし、レジンで作るので、レジン枠の中にね、このモールドの中に大きいお花とかだったらいくつも入らないから、今回は花びらをね、4枚だけにして編んでいます。あっという間に4枚の花びらができました。カットして、で、編み始めの糸ですね、これ引っ張るだけです。ぎゅーって引っ張るだけで、ちっちゃいね、これだったら糸の色によってね、若干まあ1ミリぐらいですけど、この白は40ミリでも、40番のね、糸でもちょっと細いかなって感じ、出来上がりがちっちゃくなるので、ちょっと細いのかなと思って、で、糸端同士をこうギューッと結びますよね。そしたらもう中のこの輪が絞られて、隙間がね、きっちり塞がるので、もう一回こうして、もう一回ね、結びます。そし結んだら、一つがね、こっちの、まあこれはどうでもいいんですけど、私の場合ですね、この結んだ片方がこう花の中心の方に向くので、ギュッと中心の方に引っ張って、もう根元らへんでね、片方だけをカットしますね。
で、あとのこっちも、カットしていいんですけど、こっちはね外側にこうあるので針で糸始末するんですけど、これはレース針です。レース針じゃない、刺繍針、刺繍針でいつもこういう40番の糸とか糸始末するときは刺繍針でします。刺繍針だったらこの穴がね大きいので意外と糸が通りやすいですよね。そしてこの真ん中ら辺の糸をこう本当に裏側にね、こう根元の裏側の方に針を入れて糸始末をします。こんな感じでね糸始末をします。例えばこの糸で縫い付ける場合は片っぽだけカットして、もう片っぽはこう残されとって、それでこう縫い付けてもいいですし、今回私はねレジンの中に封入するので両方もう根元でねカットしました。こんな感じでちっちゃなねお花を作ってから今からレジンの中に封入しようかなと思います。こんな感じで、編んだねお花をレジンに封入して、こんな感じでちょっとね一個だけ作ってみました。ピンクもね作ってたんですけど、こっちはちょっと失敗しました入れるねお花を入れるなんて言うんですか、こんな感じでレジンに液をこう流してするんですけど、お花をね逆に入れたのでちょっとねこっちは失敗です。まあこれを作るにも時間かかったので、お花をね編んだ後にレジンをこんな感じで作ったんですけど、結構時間かかってやっと1個だけできました。まあパープルなのでねこんな感じで、モールドの中に液を入れてレジンお花を入れますよね。それからまたレジンで固めたりして、最後にパープルの液を、パープルのレジン液を透明のねレジン液と混ぜて、うっすらこうパープルにしました。上だけね、だから全体裏の方に色付きのレジン液をつけてるので全体的にもね少しパープルっぽくなりました。これでキーホルダーにもできますし、裏にねヘアゴムとしてつけることもできます。ヘアゴムの時はヘアゴムをつけるのがあるんですけど、今ちょっとね手持ちにないので今注文しているのでね、ヘアゴムにするならそれをこうつけレジンでまた固めてヘアゴムにしようかなと思います。キーホルダーにしても可愛いんですけどね、まあどっちにするかちょっと迷ってるんですけど、こんな感じで、編んだねちっちゃいお花をレジンに封入して仕上げました。やっぱりレジンに封入するには小さいお花がねいいんですけど、まあこの場合は、まあ、ちっちゃいお花をねパープルのちょっと薄いの濃ゆいのを入れているのでちっちゃくしましたけど、まあ大きいの1個とかねちょっと重ねて大きいのを入れてもいいですし、まあいろいろね編んだお花をこう入れ込むことができるので、今回はねちっちゃく編んでレジンの中にお花を7つ入れてみました。久しぶりにレジン作ったからちょっと失敗もありますけど、なかなか
レジンも上達しません。ずっと作り続けているとねいいんでしょうけど、しばらくしてなかったのでまた再開しようかなと思います。こんな感じで今回はねレジンの中に封入するお花を編んでレジンに入れ込みました。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。